もう可愛いやん、うん、はい。こんにちは、22だホテです。スキモチです。アジアです。ということで今回は二重スカウトの感想だったり振り返りだったり言えたしっくり言えたわ。ということでね、あの4月30日にね、はい、あの放送された二重スカウト、これちょっと遅くなっちゃったんですけど感想言うのが、うい、まあやっぱり僕らの感想も聞きたいでしょう。うい聞くなよ最近お前。聞きたいです。聞きたいはずなんですよ皆さんも。絶対に聞きたいです。22の感想聞きたくて聞きたくて待ちわびてんのよ皆さん。これもし今初見さんいらっしゃいましたら、これ何言ってんのこいつらって思うかもしれないんですけど、その通りです。続きいきましょうか。二重スカウトっていうのはですね、まあ二重スカウトです。ちょっと待って難しい。まあまあ新番組的なね YouTube で、配信される。そうやな、絶対そうや。で、二重スカウトっていうのはなんか二重がいろんなねチャレンジしたり、うん、なんか体験をしていくみたいな、ミッションをクリアして、あ、そう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 、うん、なんか少年ビーバーみたいな昔あったやん。あ、ビーバーみたいな、ビーバースカウトみたいなあったんですけど、そういうのです。はい、僕たちはこれがあの1話で終わると思ったよね。なんか1時間番組みたいな感じで、あ、まあまあその可能性もあるな、あるなって言ってたんだけど、15分ぐらいのが出て、まあ、シャープ1って書いてあったと。書いてありました。じゃあもう2は確定やん。3ぐらいまでは確定よ、シャープついてたら。まあでもサマーブログもシャープ1ついてて続き一切出ないんだけど、これそういうことはもういちいち言うのやめましょうよ。うん、全然ね。サマーブログのシャープ1ってことはまた次の年のサマーブログにシャープ2がつくからね。絶対そうでしょ、絶対そうでしょ、でしょ普通に。その話は置いといて一旦うん、その感想を見に行っていこうって話。うん、やっぱどこのシーンが良かったっていうのでやっていきますね今回。とりあえずでも、はい、一応通した感想、通した感想言うと、いいな、言う前にね、前に、iPhone12、うん、ポテ買いました。うお、色は何でしょう。あ、パープルかなって思った方、うん、チャンネル登録高評価あっしゃっす、あっす。全部見せるよ。感想言ってこう。じゃあ感想よ。え、可愛かった。俺は終わり、終わり、その感想で。俺は終わり、取られた。くそ。いや、可愛かったか、もっと細かいのしかないけど、細かいのはこの次に言ってくわけでしょ。確かに全体を通しての、うん、一言みたいな、一言言うと、あ、そうなんですよね、うん、これ皆さん見てください、可愛かったね。でも終始可愛いから、本当に終始可愛いね、一人一人終始。じゃあ何が可愛いか、何が可愛いか、じゃあ言ってこうよ、やってこうよ、じゃあもっともっと光るよ。はい、まずね、まあ、二重スカートの簡単な説明が入って、はい、まあ、いろいろまあ可愛いシーンがあるんですけど、最初に29人揃ってなんか宣誓するんですよね。宣誓って、あ、最初の、そうそうそう、僕たち、私たちは、そうそうそう、やつね、あの宣誓どうどうってやつね、やつね、そう、あれやるんですけど、うん、あそこがまず第一超顔ポイント。そう、注目してもらいたいのは、うん、手、はい、全員がこの辺でこうやってやってるんだけど、このこれくるくすかわいい、これこれくすかわいいのよこれ。じゃあそのシーン見ていただきましょう。うん、こうやってね、もうかわいいやん、もうかわいいやん、アホみたいにかわいいやん、ほらバカやん、こんなバカみたいにかわいいやん、無力ね、ほらほら、こっからよ、ほら、二重スカウトの名誉めちゃくちゃ可愛いのよ。ルールを守り行動することを誓います。ポンって感じだ、ルールを守り行動することを誓います。1、ルールをしっかり守ります。で、まゆかちゃんだけの左手見て、2、ほら、大切にします。2、ほら、みーちゃんはパーだからね、しかも全てのミッションに最善を尽くします。そういうこと、これマジでりくちゃんのパワー気味だな。二重スカウトへの入団おめでとうございます。入団おめでとうございます。こっから始まりますって感じですね。1個目これね、かわいいでしょ。こっから入ると、そうそう、こっからです、こっから始まると、こっから始まります。で、その後ね、なんか宿舎に入って、まあ、ルール説明みたいな、はいはい、受けて、なんかチーム分けをしなきゃいけないと、うん、いうことで、そのオンに3人がこうなんかくじ引きみたいな感じで
そのまあ撮ったねチェキ、まあ、そのシーンも可愛いんでぜひ見てほしいんですけど、まあ、リマちゃんがふざけてたりねして可愛いのでそれも見てほしいんですけど、そのチェキを撮ってなんか、まあ、3人チームに分かれると、もうその分かれてる姿も可愛いよ、もう全部可愛いから、うん、ちょっと気づいてる気がないんだけど、次チーム名言うとき、うん、チーム名を決めるときの特に最後のチーム、うん、ちょっと、ね、おもろかわいい、おもろかわいいのを見てほしいです。わかりました。まあこういう感じでね、私たちのチーム名はせーのアニマルズです。これはもう無難、無難じゃ無難よね。メンバーもあって、ハクチョウサギ、ハクチョウサギ、いいね、頑張っていきたいなと思います。でもシンプルかわいい、ただただかわいい。そう、私たちのチーム名はせーのピヨコです。はい、かわいい、はい、ピヨコ、はい、センスある。今見た、今これ見てよ、もう一回見ていい、これ。私たちのチーム名はせーのピヨコです。ほらーかわいいんですよ、ここが。はい、素晴らしい。おー、こんなに考えられてるよ、めちゃくちゃ。そう、私たちのグループ名はせーの幸せクローバーです。こいつも桃色クローバー見てて出てるんだけど、私たち結構よく桃色クローバー見てる、幸せを笑顔で届けたいなっていうのと、私たち衣装もここ今聞いてた、幸せクローバーです。聞いてない。理由は私たち結構よく笑うので、ちょっと幸せを笑顔で届けたいなっていうのと、まこちゃん勝手に言うけど、そうだったんやみたいな、ここが可愛い、可愛い、おもろい、おもろ可愛いところです。で、可愛い、はい。え、じゃあ何、幸せクローバー Z とかにしたかったよね。絶対ダメでしょ、絶対ダメでしょ。幸せクローバー Z っつってやるかった、ね、絶対ダメでしょ。それほんでシワクロって言われちゃうじゃん、そしたらいいじゃん。じゃあだったらシワクロになっちゃうじゃん、うん、そうだな、そうだなやめてそうだな、やめて、そうだな、一番良くないから。はい、で次にそのチームごとにね、まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じで、T シャツをね、はいはい、自分たちで作ると、グラティみたいなことやね。そうだ、そうで、このまま描いてる時ももちろん可愛い。そうそうそう、結局ね、もうこんな動画見ずに見りゃいいのよ。そうそう、本当にセンスあったよね、しかも T シャツに。そう、めっちゃ可愛いのよ。ピヨコとか俺好きだった、手書きでそれいけんのみたいな。確かにね、うん、しかもアニマルズーとやってたしね、ずっとだけ、ずっとだけあれだろ、アニマルズーの、そうズーだけどな。結局全部合わせたら桃色クローバー Z になることになるな、絶対なる。そうだ、なんだかそれずるくない。で次ね、お昼ご飯を食べます。よっしゃ、これすごいでしょ、これ。いや、なんていうの、モッパンでしょ、言ったら、言ったらモッパン、うん、これもね、まあ、可愛いし、いっぱいありますよ、これめちゃくちゃ。まずどっから言おうな、絶対ここだ。いや、可愛いんだって、まず、うん、リマちゃんがパスタ頬張ってたことか、はい、リクちゃんがそのパスタに影響されてパスタ好きになってきたことでも可愛いんだけど、うん、まず見てほしいのが、マヤちゃん、うん、マヤちゃんです、見てください、ね、めちゃくちゃ可愛いですね、もう可愛いやん、はい。何だ、ほらパンツだけやで、マニパンやばくない、ほんまに美味しいガイプパンって言うみーちゃん、こちらです。はい、ありがとうございます。こちらでした。こうしてこうだよ、可愛くないやん、ね、こうよ。おはようでやんす、おはようでやんす、こんな可愛いになってるよ。おはようでやんす、やめろよ。え、出てた、うん、いや、ちょっとあんまやちゃん、やってない、やってない、ね、やってない、こわ、こんなんね、でも可愛いに決まってるんですよ。うん、そうだ、もうな、入れちゃうな、なんかちいち入れちゃうわ、申し訳ないです、すみません。はい、OK です。って感じでね、可愛い人続きます、これ全部可愛いんだよね。そうなんだよね、一人一人可愛いんだよ、可愛い子がご飯食べてるだけなんだから、可愛い。ああね、次の、まあ、ピックアップ可愛いシーン、これ、落花生にハマるまこちゃん、見ていきましょう。はい、はい、こちらです。落花生よ、この顔できる、落花生で、できない、高級牛肉食ったみたいやん、うん、大好きです、本当に、いくらなんでも落花生ちょうだい。あ、ここもです、まこちゃんおすすめの落花生ゲット、元気になったよね、かわいい、落花生おいしい、落花生おいしい、
もしもし。食いすぎないよね。でこの奥に映るね、まゆちゃんも可愛いんだよね、これ。どうしよう、落花生止まんない。ほら落花生本当に止まんない。本当に止まんないんだろうね、これね。てかニュースね、これ、はい、落花生止まんない。で、兄ちゃんのこれね。落花生おいしい。はい、おいしい、おいしい、おいしい。そんなんじゃないけど、そんなん、そんなん、そんなんじゃないよ。勘違いするよ、マジ。じゃあかっこいいやん。おいしい、おいしい、じゃないよ。でもいいからとかじゃないよ。ほんとほんとクリスタ、うん、解釈すごっ。で、ラストあ、ラストでしょ、マイカちゃんでしょ。しゃこれね、まあ、みんな可愛いんですよ、こう順番に順番に可愛いのが映ってって、うん、でも全員がそのまま食い終わってね、食べ終わってこう食器を返しに行くわけですよ。行くもん。で、あのまあサッカー部とか、まあ皆さん部活で合宿行ってしたら分かるであろう、うん、取り残される人、はい、それにまゆかちゃんがなるんですよ。でこうもうチョーって見ながらちょっと焦りながら食べるみたいな。監督と、可愛い監督と二人きりまで行っちゃう。うわ、それ分かるわ。最終監督も行った時あるから、たまにね。あの焦り、あ、焦れば焦るほど入んなくなるもんね、あれ。そう、本当に危ない。食い終わったらまだ食えるなって思うけど、食い終わるまでもう、もうやばってなる状態になってます、前がちゃん。気持ちが分かるからこそ可愛い、うん、特に、そう。注射もね、はい、リマちゃんがね、終わって注射もいいしゃーって言ってたから、うん、ほら、焦り始めると、はい、もう可愛い。もう終わり、一番早いもん、くるくるが。みんなが終わっていくのよ。隣のまこちゃんも終わっちゃうと、うわ、これこの時の気持ちやばいよ。そんなだろ。いや焦るよこれ。これまやちゃんこれ何やってるの、ずっと。これまやちゃんだよね。うん。素晴らしい姿勢で座ってんだよ。あー終わってよかった。よかった。おやかお前。よかった、食べ終われたねってことです。これで最後にね、まあ、こんな感じで、はい、ひなちゃんがねこう総括というか今回まとめて次回もご覧くださいみたいな感じで終わるんですけど、はい、これね素晴らしかったですね、この番組。素晴らしい。でまたこの次に実回予告が入るんですけど、はい、これまた見たくなってしまう。はい、これだって今回ちょっとあの第1話のね、まあ、僕らのピックアップみたいな感じでやったんですけど、うん、もしねいやここも良かった、ここもすごい良かったよとかあったらコメント欄でね、教えてくれたら、うわそこも良かったねってなると思うんで、ぜひお願いします。なるな、なるやろ、なるやろ、絶対なるわ、それは。そう、コメント欄でも議論してください、それはマジで、はい、ということで、そのね、次回予告を見ていきましょう。はい、え、これやばいわ。え、わかんない。お化け屋敷次回なのかな。俺これ、俺も無理よ。何何何何何っていうか、絶対肝試ししてるやん。そうね。で、運動会もして。え、でもどっちもやるんかな。あ、やんないな、絶対。陶芸してるやん。あんまないでしょ、陶芸するのって。お菓子作りしてるやん。で、バラエティ、めっちゃ笑ってるやん。え、めっちゃ笑ってるやん。そんな笑うことあんまないか。で、この着ぐるみ絶対可愛いやんってやつ、ね。すごいやん。で、二次スカウトやんってことで。二次スカウト。濃い。ってことなんですよ。これだからまだね、こんだけのコンテンツ、最低でもね、最低でも今のお化け屋敷、わきもだめし、あの体育祭、陶芸、めっちゃ笑う、月ぐるみっていう5、ケーキ作り。ん？ケーキ作り。あった？ケーキわかんない。ボールでこうやってやってた。ボールに。ああ。あれもなんか、なんかだな。うん。これめっちゃいるよね、これ。そう、これ楽しみです、これ。ということでね、これ次回いつやるかまだね、まあ、この撮影当時では分かってないので、まあ、でも多分毎週とかなんじゃないのっていう感じですよね、これ。毎週だった場合、これ1ヶ月、2ヶ月やるより多分これ。これ、ありがたく待ちましょう、これ。最後に、まあ、皆さんにお礼が言いたいから、お礼言ってください。俺が言えばいいの、お礼を。うん、お前が言ってください。たまにはね、前から走ってもいいでしょ。